Bye.
自己紹介をしたいと思います。はい、高校2年生16歳の佐保あかりです。はい、中学3年生14歳の新井まなみです。はい、高校3年生17歳の佐藤彩乃です。はい、19歳の古川小夏です。はい、メンバー最年長20歳の西国みなみです。18歳の森井咲です。はい、今日は元気にいきたいと思います。1年生15歳の関です。はいはいはい、始まりました。今日はですね、私佐藤彩乃のプロデュース公演です。今日はピーになってみんなを引っ張っていこうと思います。今日の意気込みはですね、あ、その前にテーマを発表します。ダンス公演です。さすが、やっぱガールズはあれですよね、あれですよ、ダンスが好きなメンバーが勢揃いなので、そこで私はすごい大変なセットリストを考えまして、ダンスをモリ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 盛りだくさんの声になっております。はい、モリだくさんのね。そうですね、そうですよ、モリがたくさんの声になっていますので、皆さん体調を崩されないように。どういうこと？ちゃんと私たちの心配もして、あ、それはしないから大丈夫、大丈夫、大丈夫だよね。まあ大丈夫だよ、本当に。なので、皆さんはちゃんと水分補給など汗を拭いたりなどしてください、ちゃんと。はい、でも、ちゃ
んと水分補給とか汗を拭いたりする代わりに汗は私よりいっぱいかいてください。あやなより聞くって相当ですよ。そうだよね、はい、それは私になりきってください。なので汗もいっぱいかきつつ、あの皆さんテンションアップアップでいきたいと思います。よろしいですか？はい、よろしいです。じゃあ次の曲いきたいと思います。行きましょう。またちょっと迷子、まさかの。Let's go.
った思いなんだと思ってたけれど違う、そうじゃないんですか。遠く別な女と言ってくれたけど本気ですか。信じたらすぐもいいよね、全て真実だよと言うよね。苦しいだけど嬉しいだけど嘘でもいい。初めての Love You 離れない恋の理由ピンクに染まるの私の心。初めてのリアリティはっきり抱き寄せてあなたしか見えない恋心。毎日会いたいわ、それじゃ息が詰まりますか。なんての人を聞いてもいいですか。なぜどうですか。感じたままでいいよね、それが顔なら恋でいいのだ。よく会いたい、すぐに会いたい、だけど言わない今変わった。初めてのLove You失敗というピンク色を踊るの私の心。初めてのリアリティはっきり言ってほしい。あなたしかできない表現で
もちろん負けないように、はい、なんと新曲初披露なんですよ。だからほんと負けないようにテンションアップアップスキルアップアップで頑張ります。見に来てください。はい、そしてついに3日後に迫りました。4月30日に TFM ホールさんにて私天国みなみ誕生日スペシャル公演を行います。もうついに3日後なので、3日後にはきっと今よりも変身した私なんと私がきっと見れると思いますので、皆さんぜひ4月30日はお集まりください。はい、そして5月3日にも TFM ホールさんにてイベントがあります。3日は私、澤あかりがアップアップガールズかっこかりに加入してからちょうど1年の日なので、この1年で吸収したことを全部発散できるイベントにしたいと思います。皆さん見に来てください。よろしくお願いします。はい、それでですね、そのちょうど1ヶ月後6月3日に同じ TFM ホールさんにて私、関根あずさと古川こなっちゃんと澤あかりの誕生日スペシャルコラボが行われます。3回あるので、ぜひ皆さん3回お祝いしたいっていう方はぜひ3回遊びに来てください。お願いします。お願いします。
オッケーですか？はい、オッケーよ。おーい、はい、そしたらですね、早いもので、ありがとうございます。皆さん分かってますが、早いものでって言ったらもう、みたいな。ありがとうございます、本当に。じゃあ、そこで、佐藤綾のプロデュース公演の感想を一人ずつ言ってもらいたいと思います。はい、はい、森崎からいきます。なんだろう、そうだな、今日は綾乃のプロデュース公演ということで、まあ、もちろん私も、まあ、みんなね、ガールズみんなダンスが好きだと思うんですけど、私も人一倍ダンスが好きなので、もうめっちゃね、もうガラスのパンプスとかめっちゃなりきってたし、なんだろう、声バラードとかもこうやってめっちゃ踊ったし、とにかくすごく楽しかったです。森崎でした。あやのんがプロデュースしてくれて、なんかダンスいっぱい踊る曲をチョイスしてくれたので、なんかこうやっていっぱい、なんかなかなかなかったんですよ、こうダンスばっかりやるみたいなイベントが。だからこうやってずっと踊れて、なんかもうなんか息が嬉しがってるんですよ。だから、私が最初にプロデュース公演前経験したじゃないですか、だからちょっとなんかこうプロデューサー経験者として、なんか違うんですよ、お役に立とうと思ったんですよ。だけどさ、だったかな、なんかさ、なんか結局なんかめっちゃパニックになっちゃって、覚えることが欲しくて、もうやめましょうって、なんか逆に助けてもらってたので、ちょっとね、でも良かったでしょ、良かったでしょ。なんかこう経験者としてさ、なんかアドバイスとか言ってたよね。言ってた。ということで、ありがとうございました。ソファーあかりでした。はい、今回のセットリストはですね、本当に佐藤さんが私たちのことを嫌いなんじゃないかなって思うぐらい本当にハードなセットリストだったんですけど、でも改めてダンスで見せるということを研究し直したセットリストになったので、私もスキルアップできたんじゃないかなって思います。佐藤君、ありがとう。ありがとうございました。次回は古川コロスでした。公演を通して私はやっぱりダンスがとっても好きなんだなっていうことを改めて感じて、だからこれからもこういうハードなセットリストを自分たちでも考えてどんどんやっていって、自分たちもスキルアップアップしていけたらなというふうに思います。なのであやぴー、これからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はとってもとっても楽しかったです。ありがとうございました。ライブのみでした。で、今日はあやのんぴープロデュース公演だったんですけど、あやのんぴープロデュース公演で、すごいやっぱりなんかセットリストも、なんだろう、あやの色で、やっぱりなんか教え方とかもあやの色で、なんか全部がこうあやの色に染まってたんですよ、リハーサルから。で、すごいあやのなんか覚えてきてくれたらくれるんですね、すごく。それをみんなになんかすごい丁寧に教えてくれるんですよ。なんかもうのんぴーはなんか頼れる空気変わるんですけど、まあのんぴーはね、すごい頼れるのんぴーだなと思って、頼れるプロデューサーだなと思って、すごい難しいダンスもあったんですけど、のんぴーが教えてくれたんで、みんなちゃんとできたので、なんかありがとうございました。プロデューサーより汗かくの目標にしたんですけど、やっぱりノンにはね、勝てないなと思ったんですけど、でも勝てない、汗だくなノンがいいと思います。なんかプロデューサーでもなんかね、誰よりも一番汗かいてるノンがノンらしいなって思いました。ありがとうございました。戦国みなみでした。私は今日綾乃のプロデュース公演をやるにあたって、目標としていたことが、とにかく元気にやるということだったんです。はい、なので1回目の自己紹介からマイクなしで、私の地声がその隅の方のお客様で届く元気パワーが届けるように、今日は1日2回目も1回目も元気にやったんですけど、皆さんまだまだ盛り上がれますか？まだまだ汗か
務めさせていただいた佐藤彩乃でございます。あのですね、あの私すっごい不安だったんですけど、あの聞いた？すごいね、不安だったの。だけどなんかやっぱメンバーを信じるって、うん、大切だなって思いました。そうだよ、ありがとう。だから信じてくれてありがとう。うん、なんかね、昨日の夜3時ぐらいまで起きてたんですけど、私ずっと明日大丈夫かな大丈夫かなって思いながら、明日の支度しながらずっと一人で踊ってて、そう、なんかメンバーのこと考えて、あーみーこ迷子にならないかなってすごい考えたんです、ね、だけど迷子がなくて、佐藤さん嬉しかったです。これからなんかもっとハードなのを考えたいなとか思うんですけど、あのメンバーを信じて突き進んでいきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。佐藤彩乃でした。はい、はい、はい、いいですか。はい、オッケーです。じゃあラストを飛ばしていきましょう。ロンピーかわいい、モイティー、ロンピー、コーラコI'm not the one who's running out of time.
憧れのその欲しさ声にあの頃で夢見て負けないこのくらいなんてこと笑いさよならでバイバイ。Hey!
まいてる目を見てすぐに誘うて赤い空気焼けば白い光とはもう真っ直ぐで浮かして Yeah!
ちが戻った後、ここで私たちの新曲バレバレ I love you が流れます。初披露です。なので明日のために予習をしておいてください。はい、